チャオ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。私の部屋へようこそ。そう、今日は珍しくて私の部屋で撮影することになったなので、私の部屋をちょっと紹介したいと思います。イエーイ。結構はね、引っ越し目って言ったらもう5回目です。いろんな問題があったりとか、結構ね、外国人として実は東京に住むことは自体は本当大変です。本当大変です。あとは荷物がすごく多いコスプレイヤーとして、まあこれで見ると思うんだけど、もう本当多いです。で、まだまだ今少ないの方ですね。よし、ヘアモニタリングスタート。まずこちらです。ババーン、クローゼット。クローゼットはね、実はこれだけじゃなくて1、2、3、4ぐらい、4、5でプラスこれ、それ結構あるんですよ。あ、こちらは私は普段出るの私服ですね。普通のこちらとこちらは本当私服、今使ってるだけです。で、全部これも頭から一番上まで一番下までは全部コスプレとコスプレ道具、あ、すぐ出してみたりとかできるんですね。全部一つずつちゃんとビニールで囲んで見えるように、何のキャラクターとかおいくつくとかでやってます。見やすい、使いやすいから、まあ可愛い子なくてもこれで全部使ってます。で、こちらは私の机です。で、机はね、やっぱりいろいろなものがあるんですけど、必ずここのパソコンが2つが持ってます。大きいのやつがね、前は写真のリタッチしたりとかデータ送りとかしてたんですけど、もうだいぶ使ってないですね。やっぱりもう Mac の方が使ってる時代ですね。あとはこちらは絵を描いたりノートを持ったりとかしてます。で、私の日記、あんまり使ってないんだけど、日記と辞書、まだね、日本語完璧じゃないからずっとこれが昔から使ってます。頭悪いから全然覚えられへん。いろんな雑誌がありますね。昔の、あのファッションの雑誌とか、私の今読んでるの本とか、もう一回すぐ読んでみたいの本が、よいしょ、こんな感じ。あと漢字と日本の勉強の本がまだこちらにあります。半分以上覚えてない。あとこちらです。パパーン、遊びスペースというんですね。遊びスペースというのは、最近 Twitch とかゲーム実況もやってますから、ゲームと音楽ステレオとコントロールといろんなゲームソフトでここにずっと遊んだりとかしてます。本当、プレイステーションがダメな時がゲームボーイとかまだ遊んだりとかしてます。あとゲームだけじゃなくて、こちらのフィギュア、面白いことは私のプリプリタイガーのフィギュアと FGO セイバーちゃんとファンからもらってたのフィギュアと、これもファンからもらってた。あのラーラクロフトのトムライナと急に、フリクリの DVD アニメ、私も PR してたやつのアニメがありますね。例えば今遊んでるのゲームはここに置きます。ゲーム実況やってるからここにすぐパパって出せるゲームが、でも実はもっともっとあります。ここね、隠してるなんですけど、ここも結構あります。そこまでタダーン、タダーン。結構ね、あのゾンビゲームが多い気がする。ゾンビゲームがめちゃめちゃ多いんですよ。ここにのプレステファイナルファンタジーのバージョン、私はね、ずっとファイナルファンタジーのプレイステーションバージョン持ってます。あと漫画、エロ漫画、おしゃれな本。あとこちらの中はまたゲーム。こっちもゲームとシビ、イエー。とにかく一番好きなやつがこれ、全部このね、プレイステーション3アニメ DVD、 スズメハルフィまだ持ってますよ。あと一番最初、別件。一番最初のやつがまだ持ってるし、原田さんから
もらった。あとは CD やね。ここの下にプレイステーション1もまだ持ってたりとかもして、で例えばプレイステーション1を遊びたいときはこれを使います。ちっちゃい昔々のテレビ、これだけでプレイステーション1もう一回遊びたいだったらこれで使います。なんでわからないけど、この大きいの新しいテレビはね使えないな。何でもやってみたんだけど全然使えなくてちょっと大変だ。こちらでいっぱい遊べるから、遊びたい時に全部この前で遊んでます。あとはもうみんな分かったと思うんですけど、女子だから毎日メイクがします。で、まあ、全部これはではないなんですけど、一番の好きなパフュームとか結構昔のものがね持ってますよ。これはね、グエン・ステファニーの原宿ラーバとかビビアンのやつと、あとはクロエとかも使ってます。なんでこんなに多いのが、いや結構 まだ少ない。こことここと、ここまだありますね。やっぱり例えばこれが普段使ってるものと、あとはねコスプレだけの時が使ってるものがもうほんと適当で、いろんなものに入れたりとか、ここに入れたりとか全部してます。で、例えばここにちょっと休みしたいときはここにパックをやってここに漫画を読む。だからパックをしながらとりあえずちょっと時間があるからとりあえず漫画を読んでます。で、これはベッド。ベッド、ベッドいいね。そう、ベッドはねカラフルな感じが好きだし大きいが好きです。そうですね、今わかるよ、何が考えてることわかるよ。もしかして彼氏がいないですかって。残念なんですけど私の彼氏はもう7ですっていうか彼女になってます。もうここでずっとシングルベッドは持ってたんだけど、私はね寝るときにすっごく動くんですよ。頭にこんな感じで起きちゃう。だからすげえ不便ですね、シングル。あとはね、日本のシングルはほんとシングルじゃないと思う。マジで狭い。イタリアのシングルもっとでかいんですよ。あとはもしかしていつかかな、彼氏もできるかもしれないからいいかなって思う、もちろんあるんですけど、やっぱり友達とか、この前お母さんも泊まったりとかしてたから、やっぱり、あるのこと自体はすげえ便利。まあね、やっぱり、便利。そこに好き、ダブルベッドが好き。たまにもったいないねって思うんですけどね、スペースが。あ、もったいないねって思っちゃうんだけど、でも寝るときに本当最高な気持ちになります。あとはこちらは趣味スペース。まあ、まずはねここにコートとか、あのさっき言ってたちょっと大きいものが、だからこのちょっとロックのジャケットとか入れたりとかしてます。だから結構かなりスペースが必要だからここに全部入れてます。あとは多分もう気がついたと思うんだけど、これベスはねこれがねもらったやつんだもん。めっちゃかっこいいじゃん。そうね、長い爪で全然無理。でもそれ見せてるのに弾けない。ほとんどが弾けない。ここだけするんだ。もう終わりです。あとこれお宝物です。私はねコレクションするのは初めてだったんだけど、メルカリでいろいろ買ったりとかお店で探したりとかして、全部矢沢愛、私の大好きな漫画家さん矢沢愛さんのものですね。でこちらは奈良のもの、もう人魚まで、人魚かわいい。まあ本当は奈良と言ってないんだけど、すごく奈良っぽいからかわいい。そう、これはね昔はね16歳の時はたくさん持ってて、実はねイタリアで買って、でまだイタリアの方はちょっとまだ持ってる気がする。ロンドンで買ったビビアンの本物ネックレスと、やっぱりもうすげえオタクだからほんとね奈良が好きすぎて、なんか奈良のためだけに DS も持ってるし、プレイステーション2、さっき見せたあのテレビは昔のプレイステーション2、プレイステーション1遊びたかったゲームはこれも、これのためにも買ってたんですよ。もう見るだけで嬉しくなる。だからね
オタクはばっかしないでください。これだけ海のことは私たちは幸せだから。そうですね。コレクションするのはそんなに、でもまあまあいろいろやっぱり昔の作全部の作品だから、実はねそんなに値段が上がってないからすげえ買いやすかったんですね。もう一回見たくなるとか聞きたいものはねやっぱり奈々のことだと思う。おやばいやばい、何こんばんいた。あとこちらにファンからもらってたもの、クローゼットの隣に置いてる、これはねティッシュはこんなものです。見てください、かわいいんじゃないですか。ほんとでかい。これとかこれかわいい、手紙とか見てかわいい、イエーイ。あと昔の撮ってくれたの写真、すげえ懐かしい。これアイドル時代だったんですよ。見て、ユリニャンだった。これもアイドル、見て見て、かわいかったでしょ、かわいかったでしょ。そう、かわいかった、かわいい、自分でかわいいっていうのは気持ち悪いんだけど、日本に来た時まだ18歳だったよ。これ18歳の時は赤い髪でちょっと太ってた。でもね、ただーん、鉄拳公式コスプレイヤーの評弁、ね、名刺というかめっちゃでかいよね。じゃじゃーん、こんな感じです。 OK。 あと面白くないんだけど、こちらはキッチンです。まあだいたいほとんどエスプレッソ作るのためで使ってます。そんな感じですね。初めてチッキンか、広い、まあ、そんなに使ってないけどね、やっぱり。でもまあまあまあ、ないよりがやっぱり広いの方がいいんじゃないかなって。好きなところに住んでるから別に嫌だではないけど、やっぱり移動さ的にはね、すごいこんなみたいの広い家を探すのはすっごく大変だったし、外国人 OK 出すのはすっごく難しかったんですよ、本当に。まあすごくずっと4年間ぐらいがシェアハウスとか、ほんとちっちゃい田舎の方のアパートに住んでたから、まあちょっと仕事で頑張ってここに住みたいって思ってここに住んでます。コスプレはすごくお金かかるんですよ。さっき見せたの公式鉄拳のやつとか、いろんなコスプレはね、そこの中でも30万、40万、100万のものがあるから、アパート自体よりが多分コスプレが一番高い。と、ビビアンの服かな。はい、ほんと、ってな感じになるんですね。いつか、例えば10年かからないようにしたいんですけど、いつかもっとわーっていうところに住んだら、もう一回アパートを紹介したいなって思います。よし、これで以上です。皆さんはどうですか、自分のここの家に来たら楽しいですかって、ぜひコメントしてください。待ってます。ありがとうございました。チャオー、コメントに待ってます。